はい、えー。皆さん、こんにちは。心理カウンセラーの乗瀧健太郎と申します。今日もご覧くださりありがとうございます。今日はですね、すごい論文が発表されました。この中で5歳児に4ヶ月の発達の遅れが見られているということで、えー、論文が出ました。この件についてお話をしたいなというふうに思います。えー、その前に1.5案内です。9月の 2日土曜日にですね、あの、上久保康彦先生の講演会を、えー、名古屋ウィンク愛知で、えー、主催させていただくことになりました。概要欄の方にリンク貼っておきますので、え、よかったら詳細そちらからチェックしてください。 あの懇親会がですねだいぶ残席が少なくなってきましたので懇親会も参加される方はお早めにお申し込みお願いしますはい、ということで本題に入りたいと思いますがその前にですね僕今回のコロナ禍でもうたび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 動画の中で熱く熱く伝えていたことの一つでもあるんですが一番犠牲になっているのは子どもたちだえなぜ大人は子どもたちを守ろうとしないのかむしろえー 大人を守るために、もしくは高齢者を守るために、もちろんね、高齢者を守ることも大事なんだけれども、守るために子供たちを犠牲にするというのは、おかしな話だと思うんですね。しかし、これ平気でそれを今まで大人たちがやってきたというのが、この3年間のコロナの対策の流れでした。しかしですね、今回、論文でですね、まあ子供たちがに発達の遅れが生じているということが発表されたんですね。 で、これね、本当にね、だから言わんこっちゃないだろうと、まあ、過剰な対策をしたことによって、一番不利益をこむっている。まあ、不利益というか、いろいろひ、一番被害に遭っているのが、本当にね、子供たちなんじゃないかということを改めて皆さんと一緒に考えてみたいなというふうに思います。 これ7月11日の、えー、ニュースになっていたんですが、これ産経新聞の記事をちょっと紹介したいと思います。えー、3から5歳の間に新型コロナウイルス化を経験した保育施設にか通う5歳児は未経験の同年齢と比べて平均約4ヶ月の発達の遅れがあったと、京都大学や筑波大学などの研究チームが発表した。 社会性を身につける時期に保護者以外の大人や子供と交流する機会が減ったことが要因と考えられると。一方、1から3歳、まあ、1歳から3歳ですね。で、コロナ禍を経験した3歳児にはそうした傾向は見られなかったということなんですね。要は5歳児。 まあ、保育施設に通う年代に関しては、まあ、平均すると4ヶ月ぐらいの発達の遅れがあったと。しかし、1歳から3歳ぐらいの子供には、そうした傾向は見られなかったということなんですね。これ面白いんですが、え後でね、文章で出てくるか,かなえ多分ですね、これ、大人がですね、テレワークとか、 になったりとか、えー、なんか仕事が、ね、休みになったりとかして、えー、ちっちゃい。子供とは、えー、触れ合う機会が、ね、時間が増えたからなんじゃないか。だから、あんまり、三歳までの子供は傾向が見られなかったんじゃないかな、というふうに推測されています。えー、そして、ちょっと続き、ね、これ、全部読んでみたいと思うんですが、平成二十九年から令和元年に、首都圏のある自治体の認可保育園。四十三施設に通う。一歳と三歳の計八百八十七人を対象に、初回の調査を実施。 それぞれ3歳と5歳になった2年後に再調査を行いコロナ禍経験の有無の影響を比較したと検査は保育士が運動や言語理解など8つの分野を100項目以上で評価するキッズ乳幼児発達スケールを用いたということです分析結果によると5歳児ではコロナ禍経験群は未経験群と比較し平均4.39ヶ月の発達遅れがあった 特に大人に対する社会性やしつけの分野で遅れが目立った。えー、一方、3歳児では発達の遅れは明確に見られず、えー、逆に経験した軍の方が大人に対する社会性や概念の理解について発達が進んでいる傾向が確認された。ね、3歳児では、えー、逆に発達が進んでいる傾向が見られたということで、えー、非常に面白い研究データだなと思います。えー、研究チームの、えー、兄弟、大学院、 医学研究家の佐藤幸龍助教授は、えー、1対1の交流が重要な1から3歳の時期にコロナ禍で保護者と過ごす時間が増えたことが発達に良い影響を与えた可能性があると指摘。 1>, ね、1歳から3歳の時期は保護者と過ごす時間が増えたことで逆にいい影響を与えた可能性があると5歳児の発達の遅れについてはコロナ禍での保育施設の閉園やマスク着用などが要因になった可能性があるとしつつ今後の十分な支援で、えー、挽回は可能だという見方を示し影響が長期的に及ぶかどうか,さどうかはさらに追跡調査をしていく必要があると述べた。 研究成果は11日付の小児科分野の国際学術誌に掲載されたということで5歳児に関しては、えー、まあ発達の遅れが見られているということで、まあ、その原因としてははっきりは分かってないんだけれども、まあ、保育施設の閉園や、まあ、マスク着用などが要因になった可能性がある。 としつつと書いてあるんですが、まあこれね、原文にはマスクのことについては触れられてないという、えー、ちょっとね、えー、指摘もあったりして、ちょっとどこまで詳しく書かれているかわからないんですが、えー、少なくともですね、今回のコロナのコロナ禍により、えー、過剰な対策によって、えー、子供たちに発達の遅れが見られているということなんですね。 まあこれいろんな要因が考えられると思うんですけれども、やっぱり一番がですね、僕は多分マスク着用による表情が見れなくなることの影響っていうのは、まあこれはあくまでも僕の推測でしかないんですけれども、影響が多いんじゃないかなというふうに思います。もちろんマスク着用による酸素の取り込み量が減るとか、もしくは 口呼吸が増えてね、えー、あんまりよ、よくないとか、まあそういう、えー、身体的なね、影響っていうのもあるかもしれないんですが、やっぱり子供の時っていうのは、大人とか他の人の表情を見て、えー、学ぶ、えー、表情をね、学んだりするわけなんですね。笑ってる顔とか、怒っているなとかっていうのが、やっぱりこの口角を見るわけですね。えー、そこに対して、えー、そこの、 マスクをすることによっては表情がね分かりにくくなる、えー、見えなくなるので、えー、その無表情の子が増えたりとか、えー、そういうことが指摘されていると思うんですがやっぱりそういう影響も多いんじゃないかなと。 はい。さらに、まあ、保育園がね、えー、閉園になったりとか、まあ、いろんなイベントが制限されることによって、えー、まあ、そうやってね、いろんなことを学ぶ機会だったりとか、笑ったり楽しんだりとか、えー、人と触れる機会が減ったことにより、えー、そういう影響が出たんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、この図が載ってますよね。この中で5歳児に発達の遅れということで、まあ、流行がない。 時の子供たちに比べて流行あるの子供たちは平均で4.39ヶ月の発達の遅れということなんですねこれ本当にたびたびですねお話ししてるんですが今小学校中学校高校生の自殺がですね過去最多になっていると今回の新型コロナウイルスというのはまあ、一般的に言われているのがやっぱり 年齢が上になればなるほど、リスクが高くなると。低くなればなるほど、もちろんゼロではないかもしれないんですが、リスクが低くなると。うん。まあ、いろんなね、データを見ていくと、インフルエンザに比べても、子供たちにとってはリスクが低いというデータも一部で出ていたりします、えー。そんな中で、でも、高齢者をね、守るために、子供たちにもマスクを敷いてきたりとか、あとはいろんなね、イベントだったりとか、いろんな、 行事を制限してきたりとか、えー、学校や施設を閉園してきたりとかっていうことを続けてきた。で、それはね、子供たちにとってやっぱ僕たちの大人のですね、1年間、2年間というのと、子供たちの1年間、2年間というのは全く、えー、同じ長さじゃないと思うんですね。その時にいろんなことを吸収していろんなことを学んで、すごく成長にとって大切な時期だと思う。えー、だから、えー、例えばスウェーデンとかでは子供たちを守るために、えーなるべく なのですね、えー、なるべく子どもたちにとっては今までと同じような生活をさせるっていう政策をとっていたんですが日本は全く逆だったわけですねそれによる弊害というのはなかなかねデータとしては出にくいものだと思うんですが、えー、子どもたちが一番本当に被害に遭っているんじゃないかなというふうに思っています。 についてやっぱり今回のことを教訓にして大人たちがなぜこの子どもたちを一番に守ろうとしなかったのか本当にね 恥ずかしくないのかっていうふうにね、思ってしまうんですけれども、えー、普段はね、えー、口では子供だ、子供がね、日本の宝だとか、えー、そういうことを口にしているのに、えー、結局こういう騒談が起きると、えー、子供たちを一番犠牲にしてしまう。えー、これは本当にね、ひどいことだなというふうに思います。えー、やっぱり、高齢者を守ることは守ることで必要なことだと思うんですが、それはそれできちんと考えながらですね、えー、子供たちを守るっていうことを最優先して考えていかなければいけない。 えー、そして今後ですね同じようなことが起きた場合もしくは、えー、またですね大、えー、9波とか今なんか記事では騒がれていますが今後ねまた再流行したりした時に本当にね子どもたちを守ってあげるという、えー、大人たちのこの当たり前の感覚を取り戻してほしいなというふうに、えー、本当に思っています特に子どもたちのマスクっていうのはもう残念ながらですね無意味どころかもうデメリットしかないんじゃないかなというふうに僕は個人的に思っています あのもう本当にねマスクが汚くなる。 わけですよねそれを1日中つけっぱなしにしてそしてここを触ったりするし取ったり外,外したりまたつけたりとかっていうのを繰り返しているわけなのであれはね本当にかわいそうだなというふうに思っています皆さんはどう思いますでしょうかということでこれリンク貼っておきますのでよかったらご覧いただければなと思います子供た大人がですね過剰な対策を子供たちに強いてきたことで残念ながらですね発達の遅れが見られているとまあ一つのこれ論文研究の データでしかないんですがこういうところがですねいっぱいいろんなところで弊害っていうのが出てきてるんじゃないかなというふうに思いますそれではまた会いましょうバイバイ